絶望プリズン。ふふふ、ブツブツ。あれは、サナエさんですね。なんか、ひと言を言いながら、笑ってますね。そっとしておきましょう。怪しいよ、あれ。怪しいよ。前からの、静香ちゃんとの関係考えたら、サナエさん、怪しいよ。怪しいよ。あれは、ミカコさんですね。一体、何をしてるんでしょうか。あんちゃん、一体どこに行ったんだろう。ミカコさんは、アンさんを探して急いでいるみたいですね。ここは話しかけないでおきましょう。ああ、翼くんがまたアンちゃんと二人行動しようかな。そんな気がするわ、俺。あ、そのアンちゃん、あれ？別に翼くんと一緒におるわけではないやな。あれは、アンさんですね。一体何をしているんでしょうか。声をかけてみましょうか。あ、こいつもなんかブツブツ言ってるよ。なんか独り言喋ってるやつってなんか怖いよね。って、おい、よく考えたら俺実況撮ってる時ってさ、言ってみれば独り言か。実況ってよく考えたら独り言だよな。肌から見れば。人の振り見て我が振り直せってこういうことを言うだろうか。すいません。直す気ないけどな。何？なんか用？いや、特に用事はないんですが、ずっと一言を言っていてみたいなので、大丈夫ですか？別にあんたに話すことじゃないし、放っておいてくれない？そうですか。それは失礼しました。どうやらあずさんは機嫌がよく見ていないみたいですね。そっとしておきましょう。あ、この二人で会っとる。ああ、なんか、さとみくんが、止め逃げで入るような感じ？これ。さとみくんと清子さんですね。なんか清子さんがまた生徒会長のことを非難しようけど、それをさとみくんが止めよう感じかな。呼び出してるの？あれ、さとみくんが呼び出してる感じ。はあ、こんなところに呼び出して、一体何かしら？少し確認したいことがあってな。キヨコお前、つい最近、ノーナイムのライブに来てただろ。え？なぜそれよ？隠れファンだからな。キヨコさん、ノーナイムの隠れファンだからな。たまたま俺もライブに来てて見かけたんだよ。もしかしてお前、会長の邪魔をするつもりじゃないよな。会長とか言っちゃったし。はぁ？邪魔をする？どうして私がそんなことを？お前少し前まで会長に悪態をついてただろ。もしまた会長の邪魔をするつもりなのは。ちょっと待ちなさい。そんなつもりはないですわ。じゃあなんでお前がライブに来てたんだよ。それはたまたま暇で街を歩いてたらライブハウスで彼女がライブをしてるのを見かけてつい興味本位で見てただけですわ。嘘だ。知ってますからね、僕は。清子さん、あなた、実はノーネームのファンなんですよね。いいじゃないですか、ファンでやることは。隠すことないじゃないですか、ファンでやることは。断じてファンなどではありませんからね。勘違いはしないで。まあ、それならいいが。とにかく会長は大事な時期なんだ。邪魔だけはするなよ。そんなことを言われたくてもしないわよ。あ、でもあれか。ノーネームイコール会長っていうことがみんなに知られてるもんな、これ。そうだった。さて、どこにヒントを求めに行けばいいんかちょっとわからんところがありますが、現場、そういや現場あんま見てない気がするな。静香ちゃん以外のは見てないよ。なんかあるんかな、ここ。なこれ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 
絶対美術関係ないよ、こんなの。絶対美術関係ないよ、これ。絶対いつか出てくる。あー、これだよー、これだよー、前にも見たことあるよ、これ。猫とか熊とか、これ。あれだ、理事長の団体目とかのやつじゃ。で、それをさ、これに置き換えて、この三角と四角と丸と、うん、に、星と、まあ、いろいろ置き換えたら、なんか、あれ、パスワードみたいな感じじゃない?ん、絶対そうだよー。まあ、ちょっとそのパスワードかけられたロッカーとか、まだ見つかってないのにな。あとこの糸のこぎりが今後使われるってことを考えて、ちょっとここにあるってことは覚えとかなあかんわけですな。でもさ、まだ何他になんかあるかな。静かの持ち物に手がかり。ああ、まあ静かちゃんのこと調べろって言おったもんな。静かちゃんの持ち物があるんは教室か。え、あさっていいんすかね。あさっていいんすかね、これ。あさっていいんすかね、これ。これは、あれか、ロイくんか。ちょっと複雑な気持ちになってしまうやつ。リコーダー。静香ちゃんの机ってどこだろう。これ？音楽プレイヤー京子さん。あ、ノーネーム聞いてるわ。そうだったそうだった。あれ、机、静香ちゃんの机ここにあるかなって思った。あー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 、ここで席が、あーあー、このリコーダー乗っ飛んで静香ちゃんの机か、ここ。おや、机の上にある、これは。静かの手帳じゃね?なるほど。もしかすると、黒手帳に何か手がかりが書いてあるかもしれませんね。それなら、早く読んでみようぜ。ねえ、勝手に読んでもいいの?ふみちゃん、止めても無駄だよ。諦められてるわ。褒められたことやってないのに、諦められてるわ、これ。止める気なしだな。この二人は、映えなければ大丈夫って考えてくれ。そうなの?そうなので終わらすんか。ふみちゃんもそうなので終わらすもんなんか。な、これ。24のところに星があるな。なんか、可愛いイラストが描かれているな。これ、猫かな?可愛い。さすが美術部だね。絵がうまい。そうだな。カレンダーのスケジュールも細かく予定が書かれているぞ。え?この星マークがついてる日は何だ?星マークと一緒にメモが書かれている。ついにデビューの日。初めてオーディションで受かるなんて思わなかったけど、これって私の可愛さが認められたってことだよね。これで翼くんももっと私のことが好きになってくれるはず。もっと好きになってくれるよね、ハム太郎。敵!ハム太郎に助言を求めるな、お前。でも、なんか最近、翼くん。いけない。こういうことは、本音ノートに書かなくちゃ。ぜひ、ピロピロ。本音ノート。うわ、裏垢みたいなもん作ってやがるな、お前。ツイッターの裏垢みたいなものを作ってるんだな、お前。メモはここで終わっているみたいに。静香ちゃん。何かのオーディションに合格したいみたいだね。はあ、オーディションを受けたんじゃ。読者モデルとかかな。まあ、しずかは確かに可愛いもんな。何かのオーディションに合格してても別におかしくないかも。それに、翼が喜んでくれるって書いてるけど。確か、お二人はお付き合いをされてましたからね。この文面から察するに、鈴鹿さんはよっぽど翼くんの虜なんでしょう。まあ、美男美女だし、お似合いのカップルだしな。でも、最後のこの文章、なんか最近翼くんで終わってるけど、何かあったのかしら?この手帳には、
これ以上怪しいことは書かれていませんね。そう、それじゃあ黒手帳から分かったことは、静香さんが何かのオーディションに合格したってことと、最近翼と何かあったのかってことぐらいかしら。はい、これじゃあ情報が少なすぎますね。もっと彼女について調べる方法はないでしょうか。その裏側みたいな本音ノートっていうのを探せばいいんじゃないかな。本音ノートってどこにあるかな。そこちょっと探さなあかんな。これのリコーダー気になるな。本音ノートか、どうかあるかな。美術室になんか私物置いてないかな。私物を探します。私物を探します。なこれ、翼くんのイラストモテてんなあいつ、美化しすぎこれは気になるんだよな。気になるんやけど、まだちょっと出てきてないんだよな。おや、この机の上にあるものって多分美術室の誰かのものじゃないかな。おお、さすが美術室、自分の筆やスケッチブックをたくさん持っているんですね。あれ？あー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 、これは静香ちゃんのだね。ねえ、このスケッチブックに書かれてるイラストって、さっき静香の手帳に書かれてたイラストと似てない？本当ね。じゃあこれは静香ちゃんのもの？静香さんは美術部だったし、手帳と同じイラストが描かれているってことはおそらくそうでしょうね。うん、なんだこのでかい箱。絶対勝手に開けないでね。開けたくなっちゃいますね。これそんなこと言っちゃったら絶対開けたくなっちゃいますね。あまつさえなんかパスワードの番号はこれですよみたいなヒントありましたからね。あれを使ってこれ開けられないとしたら、なんか不可思議な展開ですね。なんかいかにも怪しい箱だな。ここにもあるってことは、これも静香ちゃんのものか。ちょっと開けてみましょう。あ、出たー、さっきのやつじゃん。さっきのやつ出てきてしまいましたね。鍵がかかってて開きませんね。箱を開けるには、この仕掛けを解く必要があるみたいだ。こんな仕掛けを施すなんて、よっぽど見られたくないものでも入っているんでしょうか。そうね、仕掛けの謎を考えてみましょう。もうふみちゃんもさ、人のもの勝手に見ちゃいけないっていう倫理観なくなったもんな。何やれ、猿と犬、猫、熊、まあこれの番号は前の理事長室の話でいいんやけど。うんうん、並び替えか。なるほど、並び替えるパターンのやつね。H と6は何だったっけと思う、確認しておいて、かつ三角と星が何かをね、しな、見てみな。1と6はこれで見れば大体わかるんじゃないっけな。これ、熊と犬、熊6、犬1というわけで、クマと犬が逆なんじゃこれ。とりあえず、クマと犬は逆にする。まあとりあえずな。あ、何やったっけ。三角、黒の三角と星やな。黒の三角と星、黒の三角が猫で星が猿か。つまりこうだ。あ、熊と猫入れ替えるの忘れた。あれ順番変わってないですかね。順番何だったっけ。猫猿犬熊。猫猿犬
クマ、これ。あれ違った、あれ順番間違えたっけ。あ、これあれじゃ。外の枠が色が違うな、これよ、見たら。1が。これ、左側に黄色、右側に緑で、上に青、下に赤なんやけど、こっちの紙はあれやな。上が赤で、下が青んやとるな、読みたら。つまりこれあれじゃ。裏返さなあかんのじゃ。裏返して、青が上に、下に赤が来るように裏返して、要はあれか。ペラーンって、上回転で、半分回さな。半分？うん、表裏、ひっくり返さなあかんのじゃ。なるほどな。つまり上と下が逆になるんじゃ。うん。その上で当てはめなあかんのじゃな。さっきの動物と一応。そういうことか。犬、熊、猫、猿。犬、熊、猫、猿。そういうことじゃ。なるほどね。おうおうおう。ちょっといろいろ手の込んだところがあるんじゃ。なるほど、なるほど。なるほど。この仕掛けは、キャンバスに書かれた絵と、この数字と記号が書かれた紙がヒントだったんですね。紙に書かれた、照らし合わせて、順番を並び替える。しかし、そのまま照らし合わせてはいけない。なぜなら、この枠の色がそのままでは合ってないから。早速、中を見てみようぜ。写真がたくさん入ってる。それに翼のイラストもこんなに。なんかこのイラストどれもすごくイケメンに描かれているね。なるほど。ということはやはりこの箱は静香さんの持ち物で、箱の中身も静香さんのもので間違いないですよ。まあいいようですね。うん。うん？なんかチラシが入ってるぞ。チラシ。あ！なんかオーディションのなんかそういう系のあれっぽい感じ。モデルイベントが原宿モデルイベント開催。オーディションに合格したモデルの卵たちが大集合。モデルイベントのチラシか。日付を見るともうすぐ開催されるみたいだね。ん？ねえ、この日付って静かの手帳の星マークがついてた日と同じ日じゃない？おう、そういえばそうね。それに手帳にはオーディションに合格したって書いてたし、もしかして静香さんはこのイベントでモデルデビューをするつもりだったのかしら。なるほど、つながってきたな。へえ、あいつがモデルやんのか。普通にすげえな。ん？まだ奥に何かあるぞ。ゲッター！求めてたやつ出た。本音ノートだなこれ絶対。このノートは表紙に静かの本音ノートが書いてあるね。バリバリやんお前。うん、注意書きも書いてあるよ。このノートを拾っても絶対に読んじゃダメ。無性に読みたくなるやつや。それ無性に読みたくなるやつやないかお前。もし読んだら、あなたは絶対に後悔するから。確かに後悔はするよな。静香ちゃんのこと可愛いと思ってたのに、その夢が壊れちまうからな。確かに後悔はするわな。もし拾ったなら、読まずに私に返してね。絶対だよ。なんだこの注意書き。やべえな、これ。あら、しんのすけくん、ビビってるの？はあ、なわけねえだろ。ああ、いいですね、ふみさん。乗ってきましたね。白奥田君たちと一緒にいて、だんだんオカルト部のノリが分かってきたわ。しんのすけくん、こんなのでビビってたら、男が廃りますよ。だから、ビビってねえって言ってんだろ。まあまあ、しんのすけくんも落ち着いて。とにかく、さっさとその本音ノートを確認しようよ。そうだな。
あ、同じこと言っちゃった。ケイスケと同じこと言っちゃった。そうだな。それでは、静香さんの本音を覗き見しちゃいましょう。プライバシーの侵害とか考えないからな、こいつらは。また、あいつからのラブレターだった。マジでしつこすぎる。もうここ1週間で10通目ぐらいじゃないかな。めっちゃ責められてるな。モテモテ。モテモテ以前に相手が絶対にストーカーって感じがする。うん、確かに気持ち悪いな。君は僕の心に咲いた一輪のバラだ。うるせえ。さすがにポエマーすぎて笑っちゃった。わらわら。まあ翼くんに言われたら超嬉しいけど。そうだよな。どんなキザでポエマーなセリフでもイケメンが言ったらかっこよく感じるもんな。結局人間顔が全てっしょって思っちゃうよな。それにしてももういい加減しつこいから今度きっぱり振ってあげなくちゃね。どうやら静香さんは誰かにしつこく告白されていたみたいですね。一週間でずっとラブレター出すとか、なかなかやばいわね。本音ノートには他に何か書いてないのか。もっと最近のこととかよ。また翼くんがあいつと喋ってた。最近やけに翼くんとあいつが一緒にいる気がする。それに最近の翼くんの態度絶対に変。何か私に隠しているはず。もう許せなくてついに翼くんにきつく当たっちゃった。そしたら翼くんも怒って帰っちゃって、あんな怒った翼くん初めて見た。私だけを見てほしいだけなのに、私が間違ってるのかな。わあ、なんかさ、あれやな、一緒に あいつと一緒に当てたでのあいつはあんちゃんって感じがするな。最近二人で会いよったもんな。でもね、なんかさ、翼くんちょっといいところあるかもしれんし、彼女のためって考えてな、翼くんの肩持つわけじゃないけどさ、これさ、二人で会ってたのはさ、あれよ、静香ちゃんになんかサプライズでプレゼント買ってあげようとしてるからみたいな、それの女の子はどんなものが欲しがるみたいなのをさ、あんちゃんに聞いてさって感じの展開がするな、俺は。なんか俺そんな感じがするわ。別に翼くんの肩持つわけじゃないけど。なんか俺そんな気がするんよな。最近、喧嘩をしていたみたいですね。それに、結構ガチな喧嘩っぽいね。なるほどな。ノートに書かれた手がかりをまとめると、静香ちゃんにはしつこくラブレターを出してくる人がいて、そいつの存在に困っていた。今度きっぽり振ってあげなくちゃねとも書いてあったね。さらに最近翼との関係もあまり良くなかったみたいだな。あ、待てよ、冒頭に翼が言った用事があってってさ、まさにそのあんちゃんと一緒に二人で静香ちゃんのプレゼント、サプライズのプレゼントを買いに行こうっていう、そういう三段の用事だったんかな。なんか俺そんな気がするわ、俺。翼くんは何も悪いことをしていないみたいな、そういう説が俺の中で出てるよ。なんか翼くんのことはよく、なんかいい方向の考えでまとめてるよ。喧嘩したとか態度はおかしいとか書いてあったわね。ふむふむ。少しずつですが、襲われた静香さんの周囲の状況が分かってきましたね。あ、そうだ。どうかしましたか、マチさん。そのラブレターを出しまくっていた男が、静香に振られた腹いせに復讐したとか。なるほど。確かに、それはありえますね。一週間にずっともラブレターを出す強者ですからね。静香さんに振られた絶望感は相当なものだったでしょうし。あと、翼くんがドッペルゲンガーで可能性はないかしら。静香さんのメモに最近様子がおかしいって書いてあったけど、もしかしたら翼くんがドッペルゲンガーになったのを
彼女の静香さんは敏感にかじり取ってたんでないかしら。それはちょっと敏ないと思うな、俺は。そう思うわ。あれな話じゃないけど、なんかちょっとそれは弱い気がするわ、俺。なるほど、なるほど。ここまでの調査で、静香さんを襲った犯人を特定できる証拠はありませんが、大体の目星はついてきましたね。じゃあ、ここからの調査は、静香さんにしつこくラブレターを出していた人物と、最近様子がおかしかったという翼くんを中心に調査していきましょうか。そうだね。賛成！オッケー。翼くん中心の展開となると、一番翼くんにくっついとったような気がする。あんちゃんに話を聞きたいけど、どうだろう、声かけれるかな。あ、ダメか。この辺は関係ないか。やっぱ思うたよ。何してんのお前、何してんのお前何してんだお前気になっとったドラム缶使って何してんだお前は。あれはおめでくん。本当だね。何あいつ、火で何かを燃やしてる。はて、焼き芋でもしてるでしょうかシュールすぎるだろ、だとしたらお前焼き芋いいな、私も食べたい。わ、私も。ちょっと盛り上がってるとこ悪いんだけど、彼焼き芋なんてしてないわよ。え、何か紙を燃やしてるみたい。紙？ほどうしたどうしたどうした。え、まさかお前ラブレターたくさん送ったってお前だったりする。よかった、これよかったんだ。これで俺は前に進める。何かブツブツ言ってるようですね。話を聞いてみましょう。はあ、さようなら。俺、僕の青春。おもだくん、何してるの？うお、驚かせてすみません。え、君たちはオカルト部？俺に何か用かい？え、今ここちょっと妖怪にかけてみたんだけど、面白かった？大本田くんがあまりにも悲しそうな表情で何かを燃やしていたので、気になって思わず声をかけてしまいました。ああ、これは、なんでお前が持ってんの？なんでお前が焼いてんの？燃やしてるの、しずかの写真じゃ。あ、本当だ。お、おもだくん、どうしてしずかさんの写真よ。もういいんだ、俺の青春は終わったんだから。いや、なんだか話が噛み合いませんね。相当心にショックを負ってるみたいでな。う彼女は僕の心に咲いた一輪のバラだったのに。まんまあの時のラブレターの話してるやん、お前。今のって、確か静香さんのメモに書いてあったラブレターの内容と一致してますね。あれ、シロのセリフだったん、これ。静香ちゃんの本音濃度に抱えてたしつこい男って、それって思うただったのか。じゃあ、おもたくんがドップルゲンガーの候補の一人ってこと？おそらくそうでしょう。でもおもたを悪いことしなさそうな気がするんよな。おもたを悪いことしなさそうな気がするんよな。根拠はないけどさ。そうとわかれば、あとは本人に直接聞いてみましょう。おもたくん。はあ、俺はこれからどうやって生きていけば。これからの人生で彼女以上に可愛い子なんているんだろうか。多分乙女ゲームとかやり始めたらゴロゴロいるよ。おい、おもだくん、
ん？な、何か言った？よかった。ちゃんと反応してくれましたね。天田くん、ずいぶん元気がないようですが、もしかして、静香さんに振られてしまったんですか？ド直球すぎる。また何もオブラートも包まずに聞いたな。まあ、素人らしいけど。君たち、早くどっかに行ってくれ。俺は今、一人になりたいんだ。静か、ちゃん、ふ。こりゃ、重傷だな。早く、俺のこと、放っておいてくれ。天田くん、待って。あれれ、行ってしまいましたね。あんなに泣いちゃうなんて。相当静香ちゃんに触れたことがショックだったみたい。ああ、かなり傷ついてみていた。結局天田が静香を襲ったのは聞き出せなかったな。なんか違うそうな気がするけどな。別、天田くんが静香ちゃんのことを襲ったって感じがせんけどな、俺は。そうですね。このまま天田を追いかけてもいいけど、ああ、調子だと何も話してくれなさそうだよね。うん。天田くんは怪しいままですが、他の犯人の調査を進めるしかありませんね。そうね。他に犯人候補として挙がっていたのは誰だったかしら。犯人候補なんか誰か挙がっとったかな。挙がっとったっけ。